こんにちは、中村太一です。こんにちは、鈴木はじめです。今回は10分研究シリーズなんですけど、はい、もう名前がついてないものをやろうと思います。気になる。名前がついてないもの。このシリーズ、はい、今まで数々のね、良い食材を美味しく料理していただいてますけど良い食材かどうかはちょっとあれ、ね、頑張って料理してますね。今回用意した食材は、まあ、なかなか美しい。美しい。おお、楽しみじゃないですか。美しい。ちょっと名前がないので、はい、とりあえず形だけ見てもらいたいなと思います。はい。はい、ちょっと大判で並べてもらおうと思うんですけど。教えてください。初手から。お、手順もあると。68里。お、嬉野流か。これで、将棋坊主では、嬉野流のエフェクトが出ます。一手で出るんだっけ。そっかそっか。2手目、58飛車。あ、こっち。先手の番だけど、ね。先手だけ。これで、坊主では秀ちゃん流中飛車のエフェクトが出ます。へぇー。で3手目4八銀。無敵囲い。無敵囲いのエフェクトが出ます。出るね。おー。そしてここから、5筋の位を取ってください。5六飛車と浮きます。ほう。そして両方の金を開きます。横に。もしや。おそして最後に5、8、玉と。マジか、感激するね。これ4連コンボと刺すとアヒル囲いのエフェクトも出ます。やばい。ということでこの形を組めば1個の前傾で4つのエフェクトが出せるんです。すごい感動する。ちょっと嬉野流、秀ちゃん中飛車、無敵囲い、アヒルすごい。よく見つけたね。すごいね。夢じゃん。夢だね。やっぱりエフェクトが欲しい人多いですもんね。感動しちゃった、ちょっと。そして形も美しい。美しい。これ見たことない。一回見たことない。美ですね。これタワーみたいな。東京タワーみたいな。ちょっと名前がなかったので勝手に私は白鳥座と呼んでます。かっこいい。白鳥座。白鳥座。確かに。こう似てる。うん。かっこいいじゃん。素敵な。いいじゃないですか。白鳥座戦法。白鳥座と4つを合わせて。かっこいいね。いや、ほんとに似てるね。白鳥座なんだ。素敵な作戦ですね。もうこんだけかっこよければ、まあ、間違いなく強いね。強くあってほしいな。確かに。これ勝ちたいね。これやったら勝ちたいわ。うん、まあ、これを使って勝ってほしいなと思っております。はい。研究しよう。と、はい、いうことで、10分研究スタート。はい。ちょっとおさらいするか。感激しちゃった、ちょっと。そっか、68銀行ってだけで嬉野流がまず出てるの、はい、先手欲しいね、どこ見ても先手欲しいですね。まあ、ちょっと、いいことだけまず考えよう。68銀でしょ。はい。で、こうやるの。でもこれ連続でやる必要ないわけだもんね、きっとね。だから嬉野流やった後にこうでしょ。はい。こうでいいんだ。で、角上がると。で、ヒデちゃん、ニューナカムシが出る。いやー、これ、やばいじゃん。はい。はい、じゃないんだよ。はい、じゃないんだよ。でも、これ、角引いたら、アヒルの行く場所がないもんね。足が。アヒル、確かにこ、アヒルはこうですもんね。飛車先に対して弱すぎない？飛車先に…これが飛車先に対して…まず角の頭をどう対処するかっていうのは大きな大問題ですね。大問題ですね。でも銀は…でも銀があるとさ…でも嬉しの狙いがあるには初手これしかないんだよね、絶対。そうだね。で、もっとひどいのがさ、まあこれとこうかね。ヒデちゃんの話が出ると。まあ、こうだね、もうね。あ、でも、最強国、あ、無敵学校になんないんだ。そうだよ、無敵学校やな。これじゃないとってことでね。うん。やばい戦法だね。これ、銀上がったら取ります。あ、でも大丈夫か、まだ。あ、大丈夫か？同銀。
切り返してる。いやでも桂香取られるか。まあでもというかでもこれエフェクト出てないもんね、まだアヒルが。この形で戦いになっては困るんだけど、まず出るまで我慢したい。出るまでまず我慢したい。あ、出るまで我慢したいよね、だって、うん、戦いを起きたくないもん。だから戦いを起こさないようにするなきゃいけないんだ。いいことが気がついちゃったね。銀じゃない？うん。でこうつくね。居飛車とやばいね。相手が。相手が居飛車とのときは。やばいね。白鳥になれない。相手が居飛車とのときは白鳥になれない。なりたいです先生。私白鳥に。アヒル白鳥に。アヒルから白鳥ってなんか、ね、進化してるよね、うん、こうでしょ、うん、やっぱでもこれで一回防ぐにはこれしかないんだよ。で、ヒデちゃんに言うのか、ヒデちゃんに言うから、角の処置がもう、いやもうこれ角さよならするしかないんじゃない。あ、新しい角さよなら作戦。今まで紹介ない。で、そうか。でも、これじゃ出ないんだ。きっとね。5八玉が必須です。あ、そっか。こいつ、邪魔。邪魔だよ。ちょっと待って、ちょっとさ、冷静に考えよう。うん、冷静に考えよう。これさ、白鳥組むまでにさ、うん、なんてかかるの？自分だけで。冷静に数えよう、ちょっと。うん、1手でしょ？ 1 手。2手、3手、4手、5手、6手。7手、8手、9手もかかんだよ。そうですよ。で、9手、こっちはスキラーでさせるってことですね。やばいね。9手やったら何囲い組めるか知ってます？え、何囲い組めるんだろう。9手やったら穴熊余裕なんじゃない。へぇ、じゃあ穴熊ぐらい硬いのか。うん、確かに穴熊ぐらい硬いんだ。中住まいより薄いと思うよ、白鳥。1手でしょ？ 2 手でしょ？ 3、4、5、6、7、8、9手。穴熊組めんじゃん。はい。でも穴熊があんまり綺麗な形じゃないから、いや、白鳥囲いの方が好き。僕は白鳥囲いの方が好きです。マジかよ、これ。夢の戦法かと思ったこれ。悪魔の戦法。居飛車党、やっぱちょっと、まずさ、振り飛車党のことだけ考えよう。どういうこと？忘れよう、居飛車党は。あ、相手が先手の場合もあるから、先手のこと考えよう。一番ひどいじゃん、それ。はい。こうやるのも固定なんだもん。なんでこうやる？え？ルール上こうって、一回とか。あ、こうか、一回。あ、でも、こうか、一回ね。もうパズルだ。あった、パズルしよう。でこれはまあ、ちょっと先生、先ほどに引いてくださいよ。さすがに？うん。引いてくださいよ。そんな意地悪しないで。そんな意地悪して。いや、なんか、俺が意地悪してるみたいな。そうやめてくださいよ。あ、でも、これは、あ、だから、金上がったらダメなのか。最強囲い出ない。うわ。一番困ったかも、これ、過去一困ったわ。どうしてだろう。居飛車等やばいでしょ。振り飛車で考えさせて一回。私が先手で相手が。じゃあ分かった。死刑飛車にしましょう。こうやって。で、無敵がこれ出た。これは気持ちいいね。気持ちいいわ。気持ちいい。組めたら気持ちいい。組めたら気持ちいい。組めたら気持ちいい。はい。白鳥。でも、組むために努力しましょう。振り飛車には組めるんだ。じゃあ。そうですね。振り飛車には組めそうですね。これ相手長飛車の時やばそうだけどね。あ、でも、長飛車やってみて、ちょっと。はい。私先手で、ね。いいね。銀。まあ、こうでしょ。あ、まあ、そう。まあ、あ、最強攻撃。これって最強囲い出るかな？あ、無敵囲い出るかな？
こうやってからこう出ます。出るよね、ここだよね、うん、きっとね。うん、出る気がする、うん、ここは保たせて、うん、でもなんか先生の方が、あ、1、2むちゃくちゃ動くさせてる気がする。1、2、あと2手させる、あと2手、1、2、はい、で、で、受けないじゃん。はい、ここでいいんじゃない、これ白鳥じゃない、これちょっと見にくいアヒルになりました。これは、あの、ちょっと白鳥になりきれてないです、先生。これ見にくいです、もうちょっと。これだって、もともとやっぱりこういう形に組んじゃダメですよって教える。でしょ？飛車の動き悪いから。これ見にくいアヒルの子。私は白鳥になりたいです。中飛車超強敵じゃん。だってここ使われるだけでやばいんだよ。一手使われるだけでもつけないじゃん。でもそれを何とかしてくれるのが先生、先生なんじゃないのかな。めちゃなこと言ってない。めちゃなこと言ってないですもん。魔法使いじゃないんですよ。ちょっと後手に飛車も困ってんだよ、本当に。こんなことあるかね。だって金動かせないで、これ最強、無敵役になんないんだから。あ、ちょっと待って。無敵役出ましたね。はい、出ましたね。出ましたね。あ、出たんだ。で、どうしたで。はい。出たなら。アヒル、足引けるかな？アヒルの足引けるかな？ちょっと確かめてみよう。どうやって足引くんだろう。楽しみ。こうか。取ってくる。あ、こうやってこう。あ、いいじゃん。こうでこうで。こうだ。こうで。あと一手で出る。おお、組み切った。組み切ったね。ということは、何が言いたいかというと、まず無敵囲いにまず組みます。絶対に無敵囲いはマストなんだ、もうすぐ。で、無敵囲いが組んだ瞬間に左金が自由になるから、はい、7八に上がるんだ。うん、で、7八に上がった後、なんとか局面を抑えて、最後。じゃあ、先生、相手が先手番だった場合大丈夫かどうか、絶対確認を。したくない。しましょう。これ、過去一きついね。過去一だわ。過去一きつい、うん、組むまでに9手かかんだもん。これデビュー戦としてはこれ勝たないと。奇跡は来てるかな。白鳥を見せてください。羽ばたけ、羽ばたけ白鳥。ちょっと皆さん奇跡を祈って。これはかなり強そうだな。お願いします。あ、ちょっと8段はやばいって。8段はやばいって。お願いします。嬉しの竜出た。ひびしゃだー。ひびちゃん竜中飛車出た。無敵囲いで最強囲いか。無敵囲い出た。でも研究通り、一応研究通り、一応研究通り。アヒル、アヒル、アヒル、アヒル。あ、でもできるかも。研究通りだぞ。白鳥が羽ばたけ、羽ばたけ、羽ばたけ白鳥。おお、できました。はい、ということで間の方は8段の方なんで、ここからね気合入れていきましょう。羽ばたきました、白鳥が。白鳥、え、もういいんだよね。どうぞ。はい、あとは先生の拍手を羽ばたくだけです。あと、あれ、打ち替えた。今即座に変え、即座に打ちを変えて、今びっくりしちゃった。そんな変え方ある。そう、うん、
8段はやばいってマジで。いやいや、でもなんかいやこれさ、我々さ、流線としては我々さ9が上がってきちゃったからさやばいんだよ。2分。いいですね。下手に9が上がっちゃったからさ、いってー、いってー、いってー、痛すぎる。相手の方は寿司がビシビシいいところに来ますね。いってー、そこふ1分30秒。お茶飲んでるし投了の準備じゃん、もういい声出そうかなと思ってでもね、白鳥白鳥、我らが白鳥のために夢の戦法じゃない。でもいや確かに夢の作戦だった。頑張りたいけど、今持ち時間はいい勝負ですね。持ち時間はほとんどいい勝負。いやこれは相手の方も相当びっくりしてると思いますよ。相当な猛者でしょこれ。腹銀なんかないの。頑張れ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 。いや筋悪いけど頑張れ頑張れ。白鳥飛べ飛べ白鳥。頑張ってる飛べ飛べ。おお白熱した。いやいやこれ大熱戦ですね。さすが白鳥さすが白鳥さすが中村大使って言ってくれ白鳥の加減になってるよ。さすが白鳥だね。いやさすが白鳥だ。ちゃんと飛べるんだ。いけ白鳥。いやいやいや、盛り上がってきましたね。声が出なくなってきました。いや叩き合いだ。これ神回だったんじゃ。すごい叩き合いだ。いや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 、指が震えてる30秒。あ、分かった。20秒。うわさすが白鳥作戦これは神回だね。これはこれ先生素晴らしい作戦を開発してしまったのでは。これも最終回じゃないこれこれ増田幸三賞狙いますね。8段の方勝ったからね。先生この戦法最高でしたか。最高でした。反省会しますか。反省会しよう。はい、
ちょっと震えちゃったわ最後の。いや確かに先生指震えたもん。俺プルプルしてるの見えたから結構震えてると思って。先生すごかった。嬉野流出たねこれでね。出ましたね。秀田出たね。出ましたね。でもこれはじめさんの研究しといてよかったわ。いや確かに。でその形になったもんね。やっぱ事前準備大事ですね。で最強が来い。はい、これ一回ね、うん、一回上がるって一回上がること大事ですね。先カバーして、うん、であと5筋を取りに行くと取れた。はい、でも研究通りだったっすね。研究通りだね。ここ で、 ね、でこれ7九金引くために、うん、足を下げるためにね。今8七飛車成やられちゃうから、うん、上げとくと。ちょっと今アンヨンが上がってる状態ですからアンヨンを下げようという作戦で、これついにアンヨンが下がって、あ、引ける。これで完成なんだ。4つ出ましたね。え、これ夢の作戦ですね。夢の作戦。なんてお得な戦法なんだ。確かに。でこれか。一回に四つも出るなんてないですからね。ないよね。で、ここね一応すごい細かい話すると、はい、相手の囲いめちゃくちゃ硬いじゃないですか。はい、これ飛車回って三五歩を突かせると終盤に効いてくる本譜もそうだけど、三四桂って打つ手が生じるっていう、これもう後々に効いてくるっていう。へえ。これが技だったんですね。で、もう白鳥完成したので、あ、ちょっとここだけ私許せなかったんですよ。え、これはこれちょっと急に、え、このうちはどういうことだったんですかこれは。もうさっさとお引っ越し。引っ越しも大事ですからね。さっさとお引っ越し。びっくりしちゃったなんか、ね、完成して喜んでたら。もうなんとか裁こうとしてるっていうね。うん。いやでもなんかこの辺はやっぱり相手の方は上手かったですよね。6六歩から、うん、で取れないもんね。うん、桂馬損して。なんかリードを広げられてる。うん、で桂馬で銀を取られてね。うん、これはきつい。銀持たれてね。成り銀作られて。もう抑え込まれちゃうんですよ。なんとかでも7七の地点カバーして。うん。いやでもなんかこの角の使い方とかはなんか勉強になりますよね。うん。ここも。まあでも意外に大変だね。3四桂があるからやっぱり。やっぱ先ほどのやっぱ3五歩を突かせてあるっていうのはね、終盤でね、終盤に生きてきた、うん、ということですね。で飛車成られちゃいそうなんだけどこれでね、うん、で角を取るとさ、この角がね、うん、4一の金が浮くから、で下がったけど追っかけて桂も取ればもう一回3四桂あるからね。そうですね。飛車見捨てて勝負してきたけどちっとも、うん、いや結構もう激戦というかちょっとこっちが優勢になっててもおかしくないねこれね、うん、そうですね。確かに飛車も厳しいし、いやここら辺はお互い時間がなくなってきて、やっぱ今のは桂馬を取りに行きたいってことですよね、うん、6六歩はね。そうだね、まあこっちの脅威も減らせるし3四桂も狙えるし、うん、攻防になりますね。いや震えちゃったこの辺り。確かに先生の指がプルプルプルってしてたから大丈夫かなって。でもこれはもう相手の攻め、ね、ないし、自分の方がいいですよね。うん、あとは押し切りっていう感じでしょうか。うん、すごい、白鳥戦法、最高の戦法でしたね。皆様、4つ出してください。はい。エフェクト。ぜひ、皆さんも、マリオーズでやってみてください。はい、どうもありがとうございました。